それでは先ほども歌わさせていただいたんですが、皆さんが最後にメッセージに残したあの歌詞を紡いで約束の岡島でという歌を作らさせていただきました。僕にとっても本当に最高の思い出でした。大丈夫ですか？それでは最後に歌います。約束の岡島で。私は社長の雨宮と申します。岡島の従業員を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。本日は非常にお寒い中このような時間まで皆様にはお残りいただきまして誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。また新玉さん、本当に心にしみいる曲を作っていただきましてありがとうございました。発音で申し上げます。この度岡島は建物の老朽化などがこれ以上安全な営業を
継続することが不可能であると判断いたしまして、本日をもちまして現店舗での営業を終了させていただくこととなりました。180年の長きにわたりまして温かくご支援くださりましたこと、心より御礼申し上げます。新店舗はあちら、ココリに来月3フロアでオープンさせていただきます。新しい時代の甲府の街づくりに魅力ながら貢献できることを目指して営業をスタートさせていただきます。2週間ほどご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。ココリに移りましても皆様の人生の記録に残る店づくりを常に心がけてまいりたいと考えております。引き続きご支援をよろしくお願いいたします。3月3日新店舗にて皆様をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、すいません、どうもありがとうございました。はい、間違えたんですけど、話聞いてもいいですか？ありがとうございます。細麺の。